この民主党を作って育ててまいった理由はたった一つ、国民の皆様方が本当の意味で主役になる政治というものを作りたかった。日本が特に外交問題においてアメリカに気兼ねをしすぎて、必ずしも日本の国民の利益にかなわないような状況というものを作り出してしまっていたのではないかと、そのように思っています。その2つのある意味での自立独立という方向を目指して、国民の皆さんに本当の意味で社会的にも自立をしながら、しかしみんなが助け合いながらお互いの違いというものを認め合う友愛の社会を築いて、公平公正な社会での喜びというものを皆さんが持っていただきたいと、そのように考えておりました。これは先ほど私が辞める引き金ともなったいわゆる普天間の問題でございますが、普天間の問題、このことをある意味で50年100年先の日本から眺めて今何をなすべきかということで申し上げたいと思っています。すなわち日本という国は独立国でございます。従いまして一国の領土の中に他国の軍隊というものが50年100年居続けるということは必ずしも普通の話ではありません。お尋ねしたいのはですね、なぜ国会議員を辞めなくてはならなかったのかということにつきます。今鳩山さんがおっしゃられたこと、いろいろとこの社会に向けての提言があるということですけれども、どうして国会議員をお辞めにならねばならなかったのか。先だって鳩山さんに直接インタビューさせていただいたときにはですね、この忖度ということもお話になられてました。殻を内側から破り外側からもつつくと、それ内側から民主党の殻をつついて破ってですね、外にいる小沢さんたちとも連携するというようなことをおっしゃられたと思うんですけれども、それがどうして変わられて議員としてその引退をしてしまうということになってしまったのか、その事情をお聞かせ願いたいと思います。はい、ありがとうございます。山木さんにはインタビューをしていただいて、そのようなお話を申し上げたことをよく覚えております。私はその時もあるいはその後もさまざま思い巡らしておりました。すなわち民主党という党を自分自身が作り上げてきたというその大きな責任というものをどう判断するかというのが一つございました。以前イランの方へ友愛外交で行かれたんですが、はい、議員をお辞めになっても元日本の首相であったという、ネームバリューが強いものですから、今後も、個人外交として、日本の外務省があまりこう手を差し伸べないような地域エリアに、関わっていかれるようなことが、できましたらしてほしいんですが、やられるかどうかだけちょっとお聞きしたいんですが、よろしくお願いします。はい、今日もイランに関わっている日本人の方と相談をしてまいりました。むしろ自由になれば行動がより積極的にできる可能性があるなと、そのように思っています。冒頭発言で普天間のお話がありました。沖縄に対するお詫びの言葉もあったと思います。で当時その鳩山さんは抑止力論を出して最後方向転換をされたというか記憶しているんですけれども、今沖縄ではそのオスプレイの配備に怒りが沸騰しています。だからその抑止力論を含めて今日の時点でその普天間へのご自身の対応っていうのをどのように総括されるかってことと、それからそれに関連しまして、当時その日本の首相としてアメリカの力っていうものをこの問題でどのようにお感じになったのかなと。以上よろしくお願いいたします。はい、普天間の移設問題に関して、最低でも県外ということを申し上げたにもかかわらず、県外ではなく、しかも以前に決めた辺野古
周辺というところに落ち着いて結論を見出して。